花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下俊美さん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。今日は寒いですよね。寒いですね、ちょっとね。まあ寒がりとしては先週も寒かったね。あ、そう、毎日寒い、ここんと。いやでもさ、昨日はちょっと暑いぐらいだったでしょ。そうでしたっけね。これ体調壊しやすいよね、こういう天気はね。そうそうそう、気をつけないと ね、皆さんも本当にね、お気をつけいただきたいと思います。はい。早速ですね、今日ゲスト、久しぶりのゲストですけどね、会いたかった男をご紹介しましょう。浩二洋一さん、イエーイ。久しぶりです。ちょっとずれました。ずれました、こっちからどうぞ。もう何回目になるかね。もう何回、4回目ぐらいになるね。あ、そう、うん、4回目ぐらいになるかもね。最初の頃ってさ、そんなに何、まだ皆さんご存知なかったかもしれない、もう6、7年前だったよね。まあ、そんなその時の状況は変わってないですけど。いやでもお前やない、ゲストにお前もう有名になったもんやけんさ、来てくれんとかねとか思えたから。そげなことはねえ、お前ね。いやね、浩二洋一さんですけどもね、今日初めての方もいらっしゃると思いますが、日田弁でね、ブルースを歌うというね。どうやっぱり方言、もう大体みんなでも覚えてくれてるでしょ。そうですね、なんか前に比べたら少しは市民権を得たかなっていう、ね。もうなんか浩二先生と言わなきゃいかんじゃないかろうか。いや、先生でしょ。先生。いや、そんなことはないですよ。本当。いや、まあいろいろ町川さんからね、ちょっといろいろお話もちょっと聞いてね、はい、ありがたいです。今大変なみんな時期じゃない。でもなんとかね、頑張って、そろそろライブ活動も。そうですね、やっとこう 2回ぐらいできましたね。あ、そうなんだ。久しぶりですね。みんな待っとっちゃないと。待っちゃってくれて、ね、やっぱ嬉しかったですね。もちろんコマーシャルもしろ。コマーシャルはすごいすごい。コマーシャル、いや、しれっとね、しようになっちゃうけどね。しれっとバレてしまうだったけど。ね、なんでしたっけ、あれ。うまかもんの歌でしょ。うまかもんの歌。あれはなんか、要するにガス会社の、プロパンガスのメーカー、会社ですね。コマーシャル、コマーシャル初めて。まあ、初めてなんですけどね。いや、でも結構いい感じで作ったよね。そう、初めてね、曲、作ったーっていう気持ちになった。本当。それまでならブルースってライブでこうちょっと歌って、だんだんこう出来上がってくるみたいな感じなんですけど、初めてなんかこう机にね、座ってなんかこうやって曲を作ったなっていう。あ、そう。一生懸命やりました。でも評判いいでしょ。なんか雰囲気が出とるよね。なんか割とオーツルームのサイレンのようなね、割とカントリーブルースっぽい。それがね、やっぱりその感じ、 CM 制作会社の人からオーツルームのサイレンみたいな感じで応援歌を作ってみくださいって、ものすごく難しいこと言われてね。 あ、そうなんだ。オーツルームサイレン、あれ全く応援歌とは逆な感じじゃないですか。そうだよね。それみたいで応援歌ってこれ無理じゃないですかって言って断ったんですよ、ね、本当。最初、うん、まあ2回目断って、3回目ぐらいになんか実は浩二さんのライブに行って、うん、大鶴沼のサイレンで涙流したことがあるんですって言うから、うん、ほらミュージシャンって単純だからね、うん、そういうこと言われたらすぐにね、わ、うん、かった、よっしゃーみたいな感じになるじゃないですか。ありがたいもんね。やるよみたいな、そんなノリでやって、うん、しまった、できんなーと思って一日中考えて作った。本当は朝から晩まで。あれは何、まだオンエアはされてるの、あれ。
あれはね、うん、テレビで やらないって言ってたんですけど、テレビで見たっつうんですよね、地元の人たちがね。本当、うん、テレビというかもう会社の企業 CM となんかウェブの CM で長いバージョンと短いバージョン撮って、で、あのテレビじゃないんですよって言ったんだけど、なんか地元の人がテレビで見たっていうから、まあこれまあ土下になっちゃっちゃろうね、うん、でもまあ それでね広まっていけばね、で声も特徴があるから、うん、短いパターンでも分かるんじゃないの。それでなんかそれでバレたみたいでね、テレビで。え、名前は出してなかったんですか。名前出してないですよ。あ、出してないんだ、うん、短い方は、うん、あ、そうなんだ、長いバージョンも工事お家出していいですかって言うけど、うん、いやちょっとね、家族と相談したら家族が嫌だって言うからちょっとやめてくれますって言ってなんで嫌なの。いや、そしたら工事だけでも、あ、工事って書いてあったね。そうそう、あ、そうか、うん、お家をどかせばバレんなと思って、うん、工事がいいですよ、バレるに決まってたもん。そういう感じだったですね、あれは。あ、ほんと、いや、でもそれいいことじゃないの、ね、うん、ね、まずい、なん、まずいこともあんの、なんか、まあ、バレたらあんまり、うん、表に出たくないんだ。そう、出たくないみたいですね、まあ、嫁あたりは。あ、うん、あ、そうなんだ。まあ、そうそう、あんまり目立ったことしちゃダメよみたいな感じの田舎のね、嫁だ、うん、なるほどね。あ、そうなんだ。普通、割と最近応援してくれる人は、いや、応援はしてるんですよ、応援はしてるんですよ、やること自体にね、ただそういうマスコミとか出るのは嫌なんです。そうそうそう、あら、まあ、うん、なんかほら、変なことしそうだからっていう、俺がね、変なこと酒飲んでまたやらかしたりするやないかと思ってね。やらかしたら、まあ、そんなこと言ったら、まあ、俺何もできないのよ。そうね、そうやねって、お前、ね、言うたらよ、お前やろ。ということでね、早速ちょっとあの、今日はね、CD をまず、これ4年ぐらい前の CD になりましょうか。はい、映像撮ってますけどもですね、これ、工事おうち、一番街という、こう、ライブアルバムの中から、まずは1曲、聞いてみますか。これなんだっけ、さっきちょっと紙に書いたけど忘れた、あ、まずね、トラック4ですね、パパと、これ難しい、ナバっていうね、ナバっていう九州では、はい、椎茸のことか、椎茸、キノコですね、キノコね、うん、ナバブギー、パパとナバブギー、実はです、パパが帰ってきたら今日も生鍋パーティーばい、三能がはい、ママがパパごげん言う、ねえ、もっと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 金稼げよパパ、ないよがこんあま、これで稼ぐばいママ、イエーイナバブギ、えのき、あみたけ、しめじ、まいたけ、まつたけ、エリンギ、マッシュルーム、しいたけ、イエーイナバブギ、パパ生鳥名人、今日も山一ッチ生土地ステーキバイパパ、我が家今夜もナバパパとナバブギウギ、ナババナバンバブギ、えのき、あみたけ、しめじ、まいたけ、まつたけ、エリンギ、マッシュルーム、しいたけ、イエイイエイナバブギ、食いながら言う、おー、こりゃ梅焼酎つまみ最高ばい、これ幻ナバばい、しめじ一種ナバばい、えのき、あみたけ、しめじ、まいたけ、まつたけ、エリンギ、
パパが食べたんどくなば見かねこんだパパ。パパはいつも教えてくる、俺に身をもって体張って人生教えてくる。いいかよ聞け講師、綺麗なナバドクもちょろ、綺麗なオナゴもバイ、ヘロキハミタケシメジ、マイタケマツタケエリンギ、マッシュルームシイタケナバブギ、エノキハミタケマイタケマツタケマッシュルームナババナバムイエロギャミタケシメジマイタケマツタケエリンギマッシュルームナババナバンバパパッとナバクチブギウギイエーエノキしか踊らんやんかはい、ということでね、パパとナンバブギーね。面白いよね。面白いね。やっぱライブ感っていうのがさ、いいね、やっぱこれライブいいね。そうですね。ライブ前から撮りたいなと思ってたんですけどね。うんうんうん、で、この一番街というのは、うん、僕は東京に来て、21歳の時に東京来て、うん、初めて、まあ、とんかつ屋で働いてたっていう、そのとんかつ屋がある場所、通りでもあるし、初めてライブをやったっていうギャングスターズ店が、ある通りでもあるということで、うん、そこをその道をこう、まあ、歩きながら喋、うん、りながら、うん、ライブをこう振り返るみたいな、うん、そういう設定になってますこれ。なるほどね。これはなんかこうジャケットもそうやけど、なんかこう映画俳優のことやん。そうでしょ、ね、そうでしょね、生かしてるでしょ。生かしてるよね。生かしてるよね。これでもさっきちらっと聞いたけど、あなたはそのドキュメンタリーを撮ったんだって。そう、ドキュメンタリーも今年やっとできましてですね。あ、ドキュメンタリー、工事王子のドキュメンタリー、ドキュメンタリー映画がですね。本当にすごい。すごいね。僕ちょっと見たけど、もう我ながら感動しましたね。本当、ものすごくかっこよく映してもらってるから。本当。やっぱプロは違うなと思った。カメラワークが。ああ、ね。そんな感じで、あ、こんなとこ撮ってたんやとかね。ああ、でも結構時間かけて撮ったのそれ。まあ3年ぐらいかけて、まあライブツアーについてきてくれたり、密着で、ね、だから一番上のはやっぱ地元の日田とか、うん、大鶴が。うんのあたりのライブとか、うん、まあ、あと東京、うん、まあ、東京とこう大分を行ったり来たりするような感じの、うん、まあ、映画ですね。うーん、映画なんだ、すごいね。すごいね。へー、なるほどね。これそれはいつ頃、まだもう出来上がってるんですけどね。ライブ会場とかで見たり、ライブ会場とかミニシネマみたいな感じになるんですかね。うわ、すごい楽しみ。でもなんかこれやった後に、まあ、ライブも一緒にやるから、映画を見た後にね、うん、まあ2時間もね、うん、その後ライブはやれるかっていうことね。もうみんなもう映画見た後にうんざりしてるところでね。いや、うんざりはせんやろうけど、そこでライブをやるって相当厳しいなという、うん、そんな感じですよね。持ちも分かってるしね。まあね。でも、いやでもそれいいと思う。それはある、うん、その要するに映画のさ、要するにスポットみたいなのを映して、ちょっと短めのやつを映して、本編はだって会場でやれるようにすればいいんじゃないの、映画だけの。どうなんですかね。だからその、うん、ライブの時はよ。うんうんうん、ライブの時はね。そう、うん、短めのやつをちょっと流して、でもファンの人喜ぶと思うよ、ドキュメンタリーとかさ。まあ多分俺だから映画とかさ、自分のドキュメンタリーってヒストリーじゃない、それが一番だってすごいじゃん、すごいことじゃない。そうですね。俺らが普通映画映画ちょこっと出たことあるけど、うん、5分でもうヤクザに殺されたからね。挟まれてチンピラの血まみれで出てすぐ殺されるような、もう惨めなんだよ。でもドキュメンタリーはすごいよ。すごい、うん、まあ、嬉しいですよね。ノンフィクションってくれるっていう、その
意気込みが、ね、相当大、まあ、エネルギー使いますからね、とってるのね、すごいよね、やっぱ工事おうちを応援する会とかいろいろあるじゃない、今もできてるすごいなと、いや前からあるよね、うん、前からやってくれてますね、それも何年も前からね、すごい、うん、俺のページ見るよりそっちの方みんな見てるというね、あ、そういう人たちがね、たくさんね、あの増えてきて口コミで広がるっていうのは、なんかこう安定感があるよね。そうですね、うん、なんかこういわゆる芸能界でさ、パッと出てこうそこで、うん、あの売れてみたいなね、うん、ことじゃなくて、地道にね、じわじわこうちょっとずつなんかこうね、それいい感じになってきちゃうんじゃないかなとかね、ね、うん、いやいやいや、ほんとそう。でもあのね、そういう有名になってさ、有名になっても俺のこと忘れんだよすぐそげん言っちゃうね、九州の先輩はね、先輩は、九州の先輩はね、ちょっと、ね、あのこいつ忘れんなよって、そうそうそう、うん、なんかいやらしいね何がいやらしいの、ちょっと、ちょっとね、でもまあ、 変わらずね、こうやってね、あのラジオにも来てくれてね、あの嬉しいですよね。ということでね、工事おうちさんのこれ一番街というライブアルバムの中からね、ご紹介しておりますが、この中からね、今日はどうしようかな、生歌歌う、それともちょっとそ、まあ、もう一回かけるかな、トークの間にブルース・ドレイをかけてるんだけども、ああ、うん、お便りご紹介しますかね、それともあ、お便りね、うん、はい、今日はね、はい、リクエストもいただいてますけど、あのね、この生放送なんですけども、ね、このスタジオにもう、5分ぐらい前に入るんだけど、うん、スタジオ入ってからファックス見るんですよ。あ、そうだから何をリクエストされてるかもまだ分かってなくて、はい、だから自分の曲が何を歌うかってそれから見るんだよね、だからいつもそのギリギリになっちゃうんだよね。そう、はい、浩二さんにもリクエストありますよ。加納さん、としみさん、キキさん、こんにちは。はい、こんにちは。そしてゲストの浩二陽一さん、待ってました。コロナ禍でライブハウスに行きたくても行けず残念でした、うん、でもコージーさんの情報をチェックしていたら生配信ライブあり、自宅で楽しみましたよ、うん、音源、音楽魂生放送はランチタイムなので、リクエスト曲はコージーさんのとんかつラグです、よろしくお願いします。ラジオネームミカリン。なるほどそう言いました、ミカリン、ミカちゃん、ありがとうございます。どうもありがとうございます。久しぶりにお便りいただいたね、ミカリンね。ね、あの、コージ、コージ大ファンじゃないの。大ファンじゃん。ミカちゃんね。ミカちゃん。うん。嬉しいばい。嬉しいばい、ミカちゃん。そう、とんかつラグだって、うん、リクエストいただいてますよ。とんかつラグね。うん、とんかつラグは、うん、これ、まあ、僕、さっきコマーシャルの話出たんですけど、うん、コマーシャルソングなのかもしれないですね、これ。とんかつ、そうそう、たぶん、じゃあ CM ソングじゃあやってたんじゃんってことね。あの、自然にね、自分のあるものを、うん、がその CM に取り上げられたりとかするパターンもあるよね、うん、一部がね。俺も CM あのいろいろやったよ、掛け声だけとか。あ、そうなんですか。掛け声、うん、サマーの一言だったから。え、サマー、最初サマー、夏の、サマー一言、一言、修道だよ、それ。サマー一言しかなかった、掛け声。それからもう掛け声ばっかりしたわけ。それは金尾さんの声やないとダメなんでしょ。うん、それで、その要するにダイナミックサウンドとかさ、そういうメタルテープとかね、あと鍋釜、焼き鳥、いろいろやったよね。はい、いろいろやったけどね、掛け声だけだって、歌が来るのが何年かかかったからね歌が来るのっていいよ ね、 あ、最初からだって歌でね、やってる、恵まれてるんじゃないの。まあ、嬉しいですよね、これからどんどんね、うん、出てもらう。どうしようか、それリクエスト歌いましょうか。まじゃあ昼飯今食ってる、ちょうどそう、ちょっとぐらいか、今もう一個とんかつ食ってもらわなくてもらいましょうかとんかつライブ。Keep a sheet and don't cut
てまたクリーミーしかもサクサクとろりジューシーカラッとジューシー腹ペコ嬢さんとんかつクイーンキーシャイ。つけてあげよ揚げたてクイーンシャイジューシーカラッとジューシーそれでいてまたクリーミーしかもサクサクとろりジューシーカラッとジューシーお待たせほれ揚げたてクイーンシャイ。増えてらっしゃるそうねキャベツも食わんかいトントンキャベツ千切りトントン薄く細くトントンだからシャキシャキシャリトントンキャベツ千切りトントンシャキシャキシャリおかわりしゆったいジューシーカラッとジューシーそれでまたクリーミーしかもサクサクとろりジューシーカラッとジューシーカラペコ嬢さんのカツクインキーシャイ。ありがとう。楽しいな。すごいね、コージさんのね、生演奏をいただきました、ねリクエストをお出ししましたね、あのみね、ミカさん、ミカさんね、ありがとうございました。ありがとうございました、ね、いやいや楽しいよね、なんかね、クイーンキーシャイってだい、うん、もうあれかね、こう方言でも、うん、方言ってやっぱりなんでリズムがあるじゃない、うん、でだからおそらくこうリズムが出てくるんだよね、うん、日本語自体にはフランス語もそうだけどもリズムがねあんまりなくて、フランス語喋りますか、うん、だからいやフランだ、まあ、大体前からそうじゃない、シャーシーシャーシーシャーシーね。でも普段の会話もあれあのひた弁ですか。いや普段は違うよね、まあ、よ嫁がねあひたの方、ね、あじゃあ二人でいる時は普通なんだ。まあ出ますね、うん、ああそうかそうか、それだったらあれだね、うんうん、小さな九州があるんだそこに。小さな九州ありますね、まあ、嫁はもうだいぶこっちに染まっちゃってますけどね、うん、隣の内容みたいな顔してるけどまあでもね、もうどれぐらいになる、こっち出てきてもう32年ぐらいやつだ。32年、21年でこっち出てきたから。ああそうなんですね。じゃあもうもうでも俺も43年ぐらいになるからね、だから向こうにいるより長くなってくるけど、ただやっぱその方言でブルースを歌うっていうのはね、その発想がいいし、なんかオリジナリティがね あるよね。ライトニー・ホップキンスとか、まあ、そういうの好きでね、おそらくそうですね、やってきたい。ライトニーとかがこうなまってるって、ね、アメリカ人が言うからですね、うんうん、なるほど、こんな生まってるんだってかっこいいなとか思うんだよね、うん、そうだよね。あのほら大阪弁の歌とかはあるじゃない、関西ね、で意外とそう九州弁の歌はあんまなかったかもしれない。そうだったんですよ ね、うん、それね前から言われてたんですけどね、うん、なんで九州が九州弁の歌はないんだけど。ああそっかそっか、うんうん、確かにそれ ありましたね。ありますよね、まあ、で東北も東北弁で歌う人いるじゃない、逆にいますね、あのね、うん、あの、うん、吉井久蔵さんのラップ、うん、とかね、面白いかもしれない、その方言でそう歌っていくのも。
うん、だからリズムが出てくるんだけど、うん、ただそのそれをそのなんかそのすごくブルースにそのね、うん、あので歌うっていうのがでしかもその楽しかったりとかあのまあ辛いねこともあるかもしれないけどもそのそういうのを割と自分のさあの実際あったこととかさ、うん、お父さんの歌とかいろいろね育ったところの歌とかねそういうのをねこうやってるっていうのはすごくねなんかねあの彼だけしかない世界じゃない、うん、だから素晴らしいなとか最初会った時からねそう思ったんだけど、うんねこれ今ライブが流れてますけどあのライブ、うん、あの BGM トークの時ねこれだってこれもブルース・ドレイもブルースのドレイ、そうですね、ね、ブルースのドレイが、まあ、あっちは、ん、のが、んになるんですよね、うん、って言うのよ、あ、ん、うん、俺のコーヒーになって、オレンコーヒー、あー、うん、オレンチみたいな、うん、まあ、そう、オレンチみたいな、オレンチ、そうそう、ブルースンドレイだからね、ブルースンドレイ、うん、英語かと思ったらドレイだったブルースそっか、そういうのがね、うん、まあでもブルースって日常のそういうね、なんていうの落ち込んだ歌とかさ、うん、なんかかっこ悪いことを歌にするんじゃ、うん、大体が、うん、だから合ってるんじゃないの、そう、そうだからね、うん、もうかっこ悪いことをかっこよく、うん、それでみんなで苦しいことを笑ってもらおうみたいなね、うん、ブルースってそういうもんでしょ。そういうもん なのかな、なんでしょうね自然となんかそうなってる感じですそうそうなんかあのほら苦しみ自慢じゃないけどさ、うん、こんな悲惨なことがあったぜみたいな、まあね、うん、それを笑ってなんかね、そうそう笑ってつのはね、うん、ね、最後は笑って明日頑張ろうみたいな、そういう歌だからね、そうそうそう、うん、今日はね、その浩二王子さんですけども、近いうちのライブの予定っていうのもなんかあるの、近いうち、11月の、はい、予定ですか、うん、11月ですね、24にですね、朝霞、うん、の朝霞、あ、朝霞の、はい、あ、22ですね、11月22日、はい、いい夫婦の日、朝霞のみんなんちっていう、あの串カツ屋さんで、おー、うん、みんな、みんなのうち、みんなのうち、みんなのうち、朝霞、埼玉県の朝霞市、朝霞市、うわ懐かしい、あの12月5日に、うん、三鷹のバイユーゲート、バイユーゲート、はい、12月5日ですね、5日です、はい、で12月12日が、うん、西小山のイフっていう、イフ、イフ、英語のイフ、イフね、というの、ま、年内は、なるほど、3本です、うん、みんなあの皆さんお待ちかねだと思いますけどもですね、浩二王子さんの、ね、ライブそろそろなんかじわじわ始め出すっていう感じですかね、うん、そうですね、そうですね、うん、この辺でもう騒ぎ出さんと、うんうんうん、血が巡ってこん感じがしますよね、え、うん、そうよね、みんな大変やろね、うん、まあ、みんな大変だったね、うん、今回は、うん、まあ少しずつでもねいい感じでいい形 で、ね、でこうやって、まあ、ラジオがね俺休まんかったんよ、ラジオずっと、うん、ずっと続けて、あの、まあ、休んだ人番組ありましたけど、どうしますかって言われてね、あのやらせてくださいっていうことで、ちょっとこの、うん、今日こういうのあるのは知らなかったですけど ね、アクリル板をね、アクリル板、うん、なんか面会に来てるみたいな感じ、うん、そうなんか違う、俺はどっちがどっちでもお前が悪いこっちが俺が悪いゲストによって失礼な俺が悪いんやろそれはあの面会にここにずっといる人だよね、そう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 、だから面会に来てくださったという、まあまあ、設定で、うん、いろんな、あ、でもね、いろんな形でこうやってあの続けさせていただけるっていうのはねすごく嬉しいなとか思って、あの思いますけどもね、今日はね、浩二王子さん、の今ね、ブルース・ドレイかかってますけども、このアルバムの中からもう一曲聴いてみましょうか、これは、あのライブアルバム音源なんだけども、これは
かなり前に歌った音源なの。それはもうまだ下弁とか、うん、オリジナルやる前に20代の時に録音したのを、うん、あのちょっと振り返るシーンでこうこの CD に入れたんですよ。へえ。なんか声若いですよ。うん、本当20代ですね。20代の頃。20代です、ね。これカバー曲になりましたね。はい、あの、はい、ライトニングホッキンスのショートヘアドウーマンで。ショートヘアドウーマン。じゃあこのメニューは知らないよね。あそこ。昔やったんだ。幻のメニュー。じゃあショートヘアドウーマンで。Yes, in my kind of what we had laser. I'm dead with the hard real city. China Sama Kendro manga. Gano like did I hear a ton of no. Ever high and long of mine. Yeah, no shame, no trouble, none of a trouble.Get me fine, it's all the time. Yes, I got on a good side, my woman. I told her that I do have some fun. I want to make you swing, I go let you feel like whoa, bum, buddy, bum, and no, I don't want no woman. Ever high and on low, my mind. Yeah, no, she ain't a couple, not of a trouble.Just keep me fine, it's all the time.Yes, you know, woke up this morning, people, you know, closer. He woke up and break a day. I even find out I don't tell him. Fast used to lay, you know, I don't want no woman.Ever high and on low, my mind. Yeah, no shame, no trouble, none of a trouble. Just keep me bound, it's all the time.20代のね、コージ大内さんの声でしたけども、いかがですか、うん、今聞いてみて。恥ずかしいけど、頑張ってたなぁって、うん、ね、うん、なんかやっぱ勢いはね、うん、勢いあったのかな、ありますあります、うん、はぁ、一生懸命言ってましたね、今のね、うん、いやいや、これはね、うん、あのお聞きの皆さんいかがでしょうかね、うん、素晴らしいですよね。でもここに方言を乗っけたっていうのはあの分かる気がするよね。そうでしょ、なんかね、そんな感じするでしょ。しちょうやんとかね、しちょうやんとかもうぴったりよね。ぴったりでしょ、うん、あ、そうよね、うんね、つまりね、うん、その方言の乗り方、うん、あの静岡の子が昔そういえば「わっちゃねえ」って「わっちゃねえ」も「わっちゃねえ」わっちゃねえって「私はね」っていうことを「わっちゃねえ」もって言ってた先生がいたそういえばああそういうことね、うん、なんかね乗りやすいかもしれないね、うん、方言の方が。そう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 、
まあリズム的には ね音だからね、うん、音だから。でも音楽ってその僕らも、ね、洋楽とか聴いてた頃にその意味がねそんな分からなくても、うん、あのレコード、まあ、僕らの頃は特にレコードとかそんなに買えなかったんで、あの FN とかでペンとかで聴いてたんだけども、そのやっぱり分かんなくてもその雰囲気を耳でこう感じ取るっていうかね、そういうところもあるもんね。だからまあ言葉はあの重要なんだけども、そうやっぱフィーリングっていうかね、そういう、うん、素晴らしいなとか思いますけどもですね、なんかあの最近そのコロナ禍の中でいろいろ考えたこととかあるの？考えたことですか、うん、まあ、とりあえずからもうなんか音楽ピタッとやめましたからね、その、うん、3月から、うん、そうすると自分はどげになるっちゃろうかねと思ってちょっと興味があったね、うん、自分の、ね、そんな初めてだ、ずっと音楽と一緒にね、うん、当たり前のようにね、うん、ライブやって、うん、まあ酔っ払って毎週のように酔っ払って音楽やってギター弾いてやってたの、それがピタッとなくなったら俺はどげになるっちゃろうかねと思って、うん、なんもせんかったですね、うん、わざとみたいに、うん、家でギターも弾きもしないし、うんうん、ここでピタッとやめてみようかなみたいな感じで、でまあそれでも、まあ、全然平気やんみたいな感じだったんですけど、うんうん、でもライブやりだすとあこれかみたいな風になってね、うんうん、なんか血がぐるぐると、ま、巡ってきた感じがしますね、うん、なんかギター持ってライブでこうやりだした途端に、うんうんうん、なるほどね、これかという、うんうん、お便り行きましょうか、じゃあ、うん、お便り行きますか、うん、だっていろいろね、みんなね、あった、俺もね、ちょっといろいろ考えたね、でも、うん、うん、あの、音楽やってなかった時期が俺あって子供が、あの、生まれた時とかにあの、全然、何、あの、別の仕事してた時期があって8年ぐらいやってなかったのよ。長いですね、音楽も聴かなかったね、あ、全く。それで音楽の話もしたくなかった時期があって、それからやっぱりいろいろ考えてちょっとあのまた戻ったんだけども、そういう時期ってなんかあの人間誰しもあるかもしれないね。女性だと子育てで、そのしばらく、まあ、あの前大野恵里さんもねいらした時にジャズのボーカルの、やっぱ子育てで10年ぐらいね、あの やってなかった時もあるっていうあのお話聞かせていただいたんですけど、それあるよね、うん、だからまだ半年だからさ、うん、半年じゃ分からんけど世の中がさでもこういうことってなかったからね、うん、だからそれでちょっとあの精神的なストレスになってるかもしれないよ ね、うん、だから少しずつでもねまた元に戻っていけばね、ね、すいません、お便り、はい、うん、これは博多のミキさんからいただきました。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。午後にわか雨が一部で降るとか言ってましたが、今のところ雲も少ない晴れた博多です。ああ、なるほど、台風が、ちょっとでもあの進路が逸れてるんじゃないかなっていう話だね。台風20号でしたっけ、うん、先週の三原康則さんも素晴らしい方でしたね。三原康則さん、はい、はい、さて今週は久しぶりの浩二大内さんですね。浩二、おかえり、うん、元気にしとったやって言ってますよ、うん、ギターのピックガードが変わってからは初めてかもしれませんね。ギターのピックガードが変わったとか、そう、俺さ細かいね、ギター買い替えたかと思ったよ。あ、そうなんですか。いや、エロになったら違うなとか言ってもうギブソンやろうなと思ったら同じギターなんですね。ギブソンにしとったのと同じ、それピックガードが変わってから始めわけがあってわけがあるってわけあるんだ、ね、このご時世なんで、なんだかむちゃくちゃ昔の出来事に感じるけど、うん、今年の2月にあった別府ストックの時のあのとんでもない盛り上がりを経験して、うん、さすがはコージーって思わせてもらって以来かもしれません、うん、少しずつライブも復活してきつつあるし、うん、また帰ってこいよ、うん、
はい、もう慣れただろうお二方の時間、とにかくリラックスして楽しんでください、うん、はい、今日はリクエストはなしで、とにかく歌いたい歌を歌ってください、うん、カナオさんもです、お任せするんで楽しませてもらいます。はい、ありがとうございます。カナオさん、先週のライブお楽しみ様でした。先週なんだっけ、先週は川崎ローリングストーン、素敵でした ね、 あのね、店のねオーナー女性なんだけども、あのセンスが良くてさ、ライブハウスのセンスがいいのよ。音だ、音も結構良くて、あのいわゆるあんまりライブやってないんだけども、あの要するにちょっとバーみたいな、でステージもちょっとこう、あのちゃんとしたステージもあって、だからあんまりやってないみたいなんだけども、すごい素敵なとこだったね、うん、そしておひねりが来てさ、すごいのよ、割り箸にさ挟まってとかいう、あの札がさ挟まって、懐かしかったね、あれ懐かしいっすよね、それ懐かしい、あれ3回から来たからね、おひねりの方が多かったかもしれないよ ね、 ひねり楽しいね、投げ銭やったんだけど、そしたらもう一人が来たらさ、他の人もそれ来るじゃない、嬉しい連鎖、嬉しかったよ ね、 ね、そうそう、ちょっとだから北九州に似とんよね、あの川崎のちょっとあのディープな感じのところなんだけど、ああいうところは結構俺血が騒ぐよね、うん、飲み屋街ですよね、そうそう飲み屋街、うん、ぴったりやろ俺、ぴったり、もう歩き寄ったらもうぴったり、もうハマっとうねとかいう感じやもん、そう、はい、あ、こうじ、この間熊本は菊陽出身の、菊陽っていうのそれ、菊に日、多分菊陽ですよ、出身のモアリズムってバンドの中村くんが、うん、僕のところは割と言葉が似てるからコージの歌は全部理解できるって言ってたぞい、うん、割と近いのかな、だ、うん、熊本と近いんですか、熊本、うん、まあ、県境ではありますからね、本当、うん、あ、じゃあかん、熊本県よりが、うん、あの日田市、福岡にも、うん、あ、近いし、隣接してるし、ね、あ、へ、だから日田はそういうなんか熊本とか福岡とかのこう文化がこう大分と入り混じってる感じで、うんうん、特殊 な、 なんか言葉もなんかちょっと特殊なんですよね、あ、そうなんですね、うん、そういう意味だったんだ、え、こう、ミキさんです、ありがとうございます、ありがとうございます、え、今年2月に行ったんですか、別府へ、別府ストックっていうで、ね、ホテルを貸し切ってですね、うん、温泉ホテルね、本当1棟貸し切って、そこでまあ、うん、お客さんとかミュージシャンとかも泊まって、うん、 まあ、そこでもう、まあ、全ては音楽の、その一日は音楽づくめの温泉ホテルになるという、へ、えー、すごい、でそこでまあ、あ、40組、いや、そんなにねえか、まあ、何十組いて、まあ、あ、東さんとかバッパーズとかも来てですね、で、大分出身が僕だけだったんですよ、大分出身、そんないっぱいの、うん、あのミュージシャンいる中でね、うんうん、だからもうそれを、うん、あの、まあ、大分出身は俺だけばいとか言ってガラッて思い切りやったら、あの、みんな喜んでくれた、すごいね、なるほどね、すごいね、そういうイベントがあったのと、おそれ、ま、あの、何、何回もやってんの、初めてだった、そうなんだよ、そういうなんか強力な、割とブルース系の人、バンドとかそういう、別府は結構盛んですからね、音楽が、そうなの、音楽好き多いっすよ、ほんと、別府はよく行きよったよ、あの、ばあさんの里やもんね、あ、そうなんですか、うん、大分、大分、大分ね、そう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 、別府がよく行きよった、高崎山とか、高崎山、あの、うん、楽天地ってあるじゃない、ないか、遊園地みたいな、大きな楽天地って、楽天地って書いてあるのさ、俺小さ、うん、あの小さい頃さ、反対から読んだわけ、チンテクラって何やろうかって、チンテクラって、楽天地だバカやろ、ひらがなでチンテクラって何倍とか言ってない、何回なんて面白いかもしれないね、すごい思い出がると小さい頃ね、すごい、これずっと続くといいですね、そのうち、そのうちに ね、参加したいな、温泉なかなかないですよね、ホテル全部もう、そう、本当やね、粋なことしますね、粋なことするなと思って、うん、そうかそうか、ね、あの、そうこうしてるうちにもう時間があれですけども、コージー大石くん、ちょっとじゃあ今日生歌をなんかもう一曲ちょっとあの、それ紹介しないんで、あ、そうよ、そうそうそう、お土産もらった、今日ね、お土産もらった、すごいお土産ね、これちょっと、
来週皆様にもねちょっとお渡しできれば、コージ君が作ってくれました僕のねこう音楽魂の写真入りのですねボールペンです。これボールペンですね、あのたくさん作ってくれました、これちょっとラジオのリスナーの方にもねこれねあれなんだけどちょっとすごいたくさんいただいたよ。印刷会社で働いてるんで、うん、で、ね、あのその印刷会社のにしっかりあの連絡先ももちろん書いてありますもちろんご用命はそれはねご用命はこちらにってね、ビッとこれも一緒にねこのホームページ行きますからね、うん、あ、なるほどね、ホームページ行くとですね、うん、最初にこの動画があるんですけど、うん、そこで僕この会社の社歌を歌ってるんですけど、うん、あ、そうなんですか、本当でさっきのとんかつラグに、ね、見せてね、うんうん、なんかこんな感じですね、はい、やってみて、うん、どんな色でもどんなものでも構いません、ご相談ください。プリンプリン人々の思いを擦り続けて50年、真心込めてプリンプリン色褪せない未来のミラクル印刷共振プロセスというのを、ね最初の動画に載せて会社紹介みたいな感じやってるんです。よかったらあの見てくプレイしてください、ね、なるほどね、すごいね、すごいじゃない、それじゃあもう会社すごく貢献してるの、それで ねそのコマーシャルソングを作っ結構それも、半年以上前の、うん、作った曲だから、本当いやコマーシャルソング嫌だなと思ったけど、うん、やってたんだ、いやいや俺楽しいなるほどね、いいね、うん、いいじゃないですか、今日どうぞ、なんかもう一曲歌う？一緒に？いや、俺はいいよ、時間があったら俺もなんか一緒にやる大丈夫よ、どうしたら何かな、なんか さっきのショートヘアウーマン、うんがですね、やっぱあのテンポの曲は、うん、九州弁最初にやりたかったんですよね、あのショートヘアさかけてもらって、はいはいはい、ショートヘアの馬みたいなのを九州弁で歌いたいなと思って作った曲を、うんうん、歌わせてください、はいはい、カコジブルースなんです、ほうほうほう
にホタルパッテン焦げんよったやんよ二人で小町でちとか二人一緒暮らそう血をたこつも忘れしもた小順調的なも飲みや飲むほど思い出すお前顔上お茶もう一本焼酎くれろ浩二飲みすぎばいお茶もう一本取り足くれろ浩二これでもう70本目ばい飲みや飲むほど思い出すパッテン今夜もう各地おちゃんつけちょって300万円ばい。いやいやいや面白いな、なんかね、うん、面白いよ、ね、あのリズムはすごいね、いい言葉はまるよね、適度も、ね、同じでしょ面白い。じゃあ最後にね、じゃあなんか一緒にや る, やるなんかね、やってみましょうか、ちょっと道というね、歌があります、やりましょう。
ということでね、時間になってまいりました、今日のゲスト浩司大石さん、ありがとう。ありがとう。お相手は、はい、松下俊美、金森静でした。動画の皆様ありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。思い出が流れ